はい、どうもじゅんです。今回はですね、こちらババーン、ユニクロ U の2022春夏のアイテムご紹介していきたいと思います。今ですね、1月3日に撮影しておりまして、もう今年最初、2022年最初の動画となるわけなんですけど、皆さん明けましておめでとうございます。2022年もね、よろしくお願いいたします。2022年ももう皆さんにとって参考になるような、もう皆さんが笑顔になるようなね、動画作っていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。なんすかなんすか、2022年の抱負っすか。2022年の抱負は、僕ですね、登録者10万人を目指しております。登録者が10万人になったら、ユニクロさんのその展示会オファー来るかもしれないし、トップ YouTuber とコラボできるかもしれないということで、皆さんご協力よろしくお願いいたします。実はですね、ユニクロ U の2022春夏アイテムね、もうちょっとずつ先行発売されてるわけですよね。先日ね、メンズの 3D クルーネックセーターをご紹介したんですけど、今回はですね、こちらレディースのアイテムでございます。ちょ待ってよと、おっさんがなんでレディース高トーンと思うかもしれないですけど、なんかね、意外とね、ユニクロのアイテム、男性が女性もの着れたりするんですよね。ジェンダレスいうことで、女性がね、メンズの服着ても可愛いし、男性がね、女性の服着てもええんちゃうかということですよね。低身長の男性がね、それレディースの服着たらまあいけるかなと思うんですけど、僕177センチあるわけなんですよ。ということでね、 3XL サイズ買うてます。だからワンチャンいけるんちゃうかなと思ってるわけですよね。もしかしたら変になるかもしれないですけど、その辺ご了承ください。では参りましょう。購入してきたアイテムがこちらでございます。ババーン、ショートカーディガン。こちらのショートカーディガンってね、実は店舗に置いてないんですよね。ユニクロのそのオンラインでのみ今購入が可能となっております。で、価格がね、こちら3990円ということで、これだけ買うとですね、自宅に届けると送料がね、入ってしまうわけね。そこで近所のユニクロでの店舗受け取りという形でですね、こないな形でね、手渡しされてですね、持って帰ってまいりました。なんかさ、ユニクロ行ってみたらさ、すごい人でさ、初売りいうことで、まあ、いろんな商品安なってるしさ、みんな正月にユニクロに殺到してんかなと思って、めちゃくちゃ人すごかったよね。で、明日紹介する商品がこちらですね。ユニクロの新作のマスク、 3D マスクもね、ご紹介しよう思ってますんで、ぜひですね、チャンネル登録、通知音、高評価してお待ちください。やっぱりですね、基本的にはユニクロ U のコレクション、アース系のカラーとか黒色がベースになるのかなと。メンズに関してはさ、なんかパープル系のアイテムとかもね、なんかラインナップしておりましたけどね。こちらが商品でございます。 3XL サイズ。こちらカラー展開はですね、ブラックにナチュラルにイエローとなっております。やっぱね、一番無難なのはブラックかなと思うとんですよね。女性の方ってさ、結構色が白い方多いじゃないですか。僕とかさ、もう典型的な黄色人種、黄色い肌、焦げ茶色の肌って感じだけど、女性の方って肌が白いから、アース系のナチュラルとかイエローとかね、すごく似合うんかなって思っております。一旦ですね、こちらの商品のディテールチェックしてから、後ほどですね、試着コーディネートも何パターンかやっていこうと思ってますんで、ゆっくり見てってください。広げてみるとこないな感じ。ショート丈なんですよね。レディースに関しては多分ね、トレンドが今ね、オーバーサイズ目というよりはショート丈にどんどんなっていくんかなと思っとるわけですわ。こちらです。ババーン。結構丈短いですね。やばいね。ただこれおっさんが着ても多分ね、いけんちゃうかな、ワンチャンいけんちゃうかな思ったんですよね。足長効果、これね、やばいかもしれないね。いけんのかな。めっちゃ心配になってきたんだけど、 3XL のサイズだから多分ね、この身幅に関しては問題なんだけど、着丈がちょっと心配にはなってきましたね。でもメンズのさ、ハイブラとかさ、結構こういうのあったりするし、なんかレイヤード頑張ればいけるかな。で、首元がさ、結構こちらですね、キュッとしてますよね。カーディガンって結構 V っていう感じ、首周りすごい見えるようなデザイン多いかと思うんだけど、結構ね、これ見えますかね、首周りがキュッと締まったデザインになっております。だからカーディガンとしても着用できるし、セーターとしても着用できるというアイテムですわな。生地的にはですね、綿 100% となっております。シルエットがなんかドルマンスリーブみたいになってですね、見えますかね、腕のところゴリゴリに太くて、袖のところはちゃんと締めてあるということなんで、まあ防寒性とかも全然大丈夫そうかな。やっぱ春夏さ、お店の中行ったらなんか寒かったりするやん。クーラーガンガン効いてて寒かったりするんで、 T シャツとかシャツとかその上にこれ羽織るもよし、これだけカバンにポイッと入れとけばですね、寒かったら羽織れるし、ちょうどいいんちゃうかな。綿 100% なんで、今の時期は若干
番寒いかもしれないですね。今の時期であれば羊毛のさカーディガンとかが一番いいかなと思うんだけど、これは春先めちゃくちゃ良さそうですよね。このボタンのところとか前立ての部分言うんですかねが結構太めな感じになってますね。ボタンも結構大ぶりな感じでございますわ。プラス J のアイテムとかって割とねボタンも小さめミニマルなデザインって感じなんですけど、またこれはユニクロ U らしさ、クリストフ・ルメールさんデザインならではという感じでしょうか。あとこちらねよく見ると袖口とあと裾に関してはリブ仕上げになっております。こうあぜのように凹凸ありますよね。縦ラインギュ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 ンってなってるのがまあリブラムということですよね。クロップと丈いうことで結構ね丈短めなんで、女性の方例えばコーディネートするんであればおへそあたりにベルト持ってきて、ほんでベルトに被せる、もしくはベルトチラ見せみたいなコーディネートがもしかしたらかっこよくて足長効果でいいかもしれないですよね。表面の生地感伝わりますかね。綿 100% のこの生地感ね、結構こうなんていうかな、ゴワゴワっとした感じもあるのかな、なんかスウェットみたいなそんな感じでしょうか。生地の分厚さ的にも結構しっかりしてますわ。全然ペラくない感じ。これはね防寒的にもデザイン的にもすごく良さそうかな。ほいってことで皆さんお待たせしました、こちらね試着コーディネート行ってみましょう。はい、ということで1コーデ目こちらですね、黒色のワイドめのスラックスと合わせてみました。足長効果、やっぱ同色系でまとめるっていうか全身黒でまとめるといい感じですよね。なんかこうなんていうの、クロップとけたんだけどちょっとタックインしてるようなシルエットになるのかな、白 T チラ見せみたいな感じね。どうでしょうか、悪かないっすよね。これもねありっちゃありかな。座ってみるとこんな感じでございます。いやええー、ね、スラックス、さらにハイウエストのボトムスとの相性がめちゃ良さそう。あれこんな感じでステンカラーコート羽織ってやったらさ全然違和感ないよね。一応中にねカーディガン着てるんですけどね。いや変やないでしょうか。で続いてこちらちょっとカジュアルめな感じ、ホワイト系のデニムにホワイト系のこのジャケット合わせてみました。セットアップ系に結構強いんかな、まあ、こんな感じでさ全身白なんだけど黒色のカーディガンチラ見せピーヤーみたいな感じもいいんやないでしょうか。脱いでも意外とありっすよね。こう前を開けてやればですね長めの T シャツとも意外と相性良かったりするのかなーって思います。袖の長さはねめちゃ長くてねちょうどいいぐらいですね。燃え袖って感じ、これは意外とあり。でさらにこんな感じセットアップに合わせてみました。これ焦げ茶色だからやっぱ茶色と白黒の相性は抜群なんよね。これで春先こんな感じでジャケットの中に T シャツプラスこのカーディガンみたいなね、いやないでしょうか。こうカーディガンさ長すぎるとちょっとやぼったいっていうかだらしない感じあるんだけど、これぐらいの丈意外と新鮮かな。今後もしかしたらメンズでも展開あるのかなって思いましたね。こうジャケット脱いでやっても意外とありでねって、そんな感じね。やっぱさ T シャツタックインするスタイルが2022年も入るかなと思うんだけど、その上にちょっと寒い時用にカーディガンをこんな羽織ってもいいかもしれないね。ほいってことでいかがだったでしょうか。明日はですね 3D マスクご紹介しますので、ぜひチャンネル登録通知音高評価しておいてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。